はい、こんにちは、シャンクです。はい、どうも。はい、ずっと昔から思えたんですよね。バターってやったら絶対美味しいよなと思って、串カツをね、バターでしたら絶対美味しいかなと思いまして、僕はちょっと今日やろうかと思いまして、バター3つね、バターを3つ使ってやっていこうかと思うんですけど、まあ冷凍のね、串カツの方はちょっと冷凍の安いやつなんですけど、それを使って串カツを作っていこうと思います。はい、こんな感じですね。はい、この串カツ自体はディオで買ったやつ、安いですね。2、4、6、8、10本入ってて250円ぐらいの串カツです。はいね、こんな感じでね、早速火をつけていきましょう。はい、溶けていってますね。はい、こんな感じでね、もうちょっとね、縦取ったやつが倒れてきたんですけど、はい、結構ね、意外に火が通らないですね。なんか茶色くならないっていうか、煮えとん、なんかもう揚げるっていうよりは煮込んでるって感じの感覚ですかね。なんかちょっと意味わからんことになってきましたね。止めますか、とりあえず。早速揚げてみましょう。ちょっと焦げ目がついちゃうかなって感じですね。はい、こんな感じになりました。早速食べていきましょう。バターで揚げたね、串カツできました。結構ね、あんま煮えてない感じなんですかね。はい、まずね、まずレンコンからいただきます。さて、お味の方はどうでしょう。いただきます。うん、結構ね、衣がバターを結構吸い込んどってね、バターの味しっかりします。はい、続いてエビ、ちょっと焦げてますけど、エビいただきます。うん、うまいよ。ちょっと脂っこいかもしれないな。でもイカね、ちょっと衣が取れましたけど、うん、うまいね。バター3つを使って串カツを作っていきました。はい、まあね、味は美味しいですね。味は美味しいですけど、油で揚げた方が美味しいですね。結構ね、バターがね、結構衣のね、中も具の中までね、結構しっかり染み込んでね、結構ね、あれですね、くどいですね。はい、バターで串カツをやるもんじゃないです。はい、皆さんね、ちゃんとサラダ油でしましょう、串カツはね。はい、はい、あとはね、ゆっくり食べていきます。はい、今回の動画はこれで以上になります。バイバイ。